火星軌道上のマーズ・オブザーバーの創造図。マーズ・オブザーバーは、1992年にアメリカ航空宇宙局が打ち上げた火星探査機である。火星を周回しながら、火星の表面や大気を調査する計画だったが、火星到達前に探査機との交信が失われ、目的は達成できなかった。マーズ・オブザーバーは、 1992年9月25日に、ケープカナベラル空軍基地の第48射施設からタイタン3ロケットで打ち上げられ、予定通り火星へ向かう軌道に乗った。バイキング計画以来、18年ぶりのアメリカの火星探査機であった。探査機は1993年8月24日に火星に接近し、エンジンの噴射により周回軌道に移行する予定になっていた。 8月21日には、その準備として燃料タンクの加圧を始めたが、間もなく探査機との通信が失われた。その後、地上から指令を繰り返し送信したが、応答はなく、探査機は行方不明となった。1994年1月、調査委員会が事故原因の報告を行った。同報告では、 探査機の燃料加圧計が破損して燃料やガスが噴出し、その反動で探査機が回転を始めたことが失敗の原因として疑われると結論付けた。マーズ・オブザーバーは更新が途絶えたまま火星金傍を通過し人工惑星になったと考えられている。ただし自律的に軌道投入のためのプロセスを実行し、火星周回軌道に移行した可能性もある。 マーズ・オブザーバーは事故当時のテレメトリーを送らなかったため事故原因が断定できなかった。しかし1994年の報告では最もあり得る説明として燃料加圧系の配管の破損を挙げている。破損した部位からは燃料やヘリウムガスが噴出し反動で探査機は予期しない回転を始めたとみられる。探査機は緊急事態モードに陥り、 呼びかけに反応しなくなった。また、太陽電池を太陽へ向けられなくなり、電力不足に陥ったかもしれない。噴出物が電子回路に損傷を与えた可能性もある。破損の原因については、次のようなシナリオが考えられている。マーズ・オブザーバーは、モノミチルヒドラジンと4酸化二窒素を推進剤に利用していた。これは、ハイパーゴリック推進剤の一種で、 混合するだけで自己着火する性質があり、エンジンの点火が容易になると考えられていた。ところが、地球から火星への11ヶ月の飛行の間に、本当はバルブを通して少しずつ配管内に漏れ出ていた。この状態で燃料タンクを加圧したところ、配管内で燃料と酸化剤が混合して自己着火し、配管が爆発したというものである。配管の破裂以外の より可能性の低い原因として、電子回路のショート、ントタンクの破損、起爆剤の放出の異常が挙げられている。事故の教訓としては、飛行の重要な局面におけるテレメトリーが不十分だったことや、人工衛星等に使用される技術を安易に、火星探査機に応用したことなど、多くの改善点が指摘された。マーズ・オブザーバー。 NSSDC マスターカタログ2010年12月30日閲覧ありがとうございます。